をやってないってどんだけ言ったと思ってるペコなの。なのになんでペコの牢屋に入れられなきゃいけねえ。ペコ嫌だ嫌だ、行きたくない。何もさ理由も言わずにすぐ牢屋に入れるっておかしくねえ、ペコか。ねえペコアラ、これでもホロライブでアイドルやってる、ペコなんだぞお前。こんだって言ってもわかんねえやつ、ペコか。開けろペコ、開けろ、ここも開けろ、ペコだぞ、ペコランドのお姫様ペコだぞ、開けろ開けろ、このままペコーラは一生牢屋の中で過ごさなきゃいけねえ、ペコか。無実なのに何も悪いことしてねえ、ペコなのに。お手紙とかって書かせてもらってもいい、ペコですか。ディア、ノウサギへ。各地から花だよりの聞こえてくる頃になりました、ペコ。そちらも桜が舞ったり舞わなかったりしているのでしょうか。大変お恥ずかしいお話ですが、ペコらは今冷たい檻の中にいます。みんなのことを思うと自然と涙がこぼれてしまいます。日々の行い、若さゆえの過ちだったペコなのでしょうか。ペコらはここで更生し、マウサギになると誓います。嘘です、ペコらはもともと心の優しいウサギさんペコです。必ずここから出てペコらをこんな目に遭わせた奴らをギッタギタのメッタメタにしてやろうと思います。こんちくしょう。ロムペコラ、この内容じゃ送れない。なんでペコか、いいだろこの手紙内容、何がおかしい、ペコなんだよ。あーちょっとねえ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 、聞こえてるペコか。今から緊急生放送する、ペコ。ペコアラが捕まっていることをね、全世界に知らしめればもしかしたら連絡とかメーカーが来るかもしれない、ペコ。だから無実の証明もできるかもしれねえ、ペコ。みんなかわいすぎざい。これは確かにありそう。朝ここパクったから人参万引き、これはちょっと確かにありそう。これは何も言えない。まあいろんな人をやっちゃったり殺しかけたりは確かにしたかも。あんたたちが判決をした、有罪無罪、せーの、ぷん。有罪8割無罪2割。ふざけんなペコだよ。あんたたちペコアラをさ助けたいとか思わないわけ。ペコアラにさ捕まれって言うの、あんたたち。いつまで小綺麗な格好してる。
や、この洋服脱ぐのは無理ペコです。さすがに。いや、無理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 。あ、やめてください。あ、ちょっと待って。あ、やめて。自分で脱げます。自分で触らないでください。あ、いいですいいです。あ、やめてください。本当に触らないで。いや、マジで。ちょちょちょ、あ、あ、いてて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 。あれ、なんだこれ。ボサボサにされたペコなんだけど。ペコらはこんな捕まってるような格好になぜなってるペコなの。ドンちゃんはいないの？あいつ裏切り者ペコだったの。みんな見て、こいつのせいで、こいつのせいでペコちゃん、このドンちゃんが裏切ってくるペコらここから出れなくなっちゃった。重りがついて、重てえペコだよペコら。生足最高。生足最高とかじゃねえペコら。こんなハレンチな格好になってペコらの成功返せペコだよ。ずっとそのままでいてください。ふざけるペコ。みんな助けてペコ。もうペコらも何もできない。もう何もやる気が起きない。誰も助けてくれないペコだから、もうずっとこのままなのかもしれない。もう気が変になっちゃったペコ。なんかよくわかんなくなってきた。ずっともうここにいたらなんか頭おかしくなってきて、もう何が何でもわかんなくなってきちゃったペコなんだけど、どうしよう。目がおかしくなっちゃうペコなんですけど。すいません、どうしたらペコらこっから出れますか。今までの行いでいいことを聞いてこい。無理です。レレレレレレレ。あ、もしもし。いやー、なんかペコラッチョのさ、その姿見てお酒うめえわ。いやマジで。いや、でもなんか正直このなんか新しい姿見れて団長めちゃくちゃ嬉しいんだけど。いや、いいことしゃべれペコだよ。ペコラのね、そう、泊まりしに来てくれた時に、うん、まあ、結構他にもウサギグッズあったんだけど、それ、え、ウサギ好きなのって言った。やっぱウサギだからウサギ好きなのって言った。いや、これのウサギさんがくれたやつだから、やっぱすごく嬉しくてみたいな言ってて、あ、この子はあのウサギ思いのいい子なんだなって。普段はね、あんたたちとかバカたれとか言ってんのに。あ、よしよしよし、1個目ゲット。1個目。少し牢屋が薄くなってる気がする。でででで で, 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 で。あ、その声は、ででで、こんばんは。おい後輩よ。おい後輩よ。あ、すいませんすいません。先輩が牢屋から出れなくていいのかいと。嘘でもいいところを述べなさいということですよ。ガチのガチのいいところでいいんですか。何、ガチがあるペコなんですか。ある、ある、私の中でありますよ。ペコは先輩に話しかけてなんかまあいろいろ喋ったりとかするときに、絶対になんか否定的なことは言わないんですよね。なんかすごいそういうところは好きですね。ヤゴを置いて、いやペコだよ。でで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 。あ、あ、わたみちゃん、いっぱいありますけど、まあ今日は4月1日なんだけど、お前クーソペコラだってな。あれだからな、同じ食われる身と思わないよ。お羊分かってるペコだろうな。おいおい、ウサギも羊を食う時代になったってこと。うそだな。分からせなきゃいけねえペコか。いいこと言えペコだよ。早くペコーラのおい羊よ。同じ非常食側としてよ。先輩としていてくれることがよ、どれだけありがたいことか。わためちゃんペコーラたちはさ、毎回毎回肉食に食われちゃうペコだもんね。そうなんだよ。コーラがやばいと思ったら、ちょっとわたみちゃんを前にドンって押す可能性は高いかもしれないペコだけどさ。なんか言った、前に出すって言った。言ってないよペコラ、そんな悪いことしんねんから。また鉄格子が、お、薄くな、もうタタラタタタタタタラタタ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 、わたみちゃんのおかげで出れたペコなよ。勝ったな。あ、ミオ先輩、クッション欲しいなみたいな話してた時に、
なんかすごいふわふわでモコモコの、なんかウサギの毛みたいなやつのクッションをもらったような気がするな。それで誰が犠牲になったんだろうとか、あ、そこ、そういうことじゃないのかな。あ、ちょ、リアルバーじゃない。あ、無事ペコーラは無罪ということで、皆さんありがとうございました。は？不正じゃねえペコだろ。ふざけんじゃないペコだよ。あんたたちがここに来たということで、ガシャン、今度はあんたたちが牢屋に入る番ってわけじゃね。